はい、どうもすみません。はい、ですね、なんかすごい動画が出てきてですね、まあ、政治家48ですけど、ちょっとこれ、で、まあ、これはもう、今なんだろう、結構もう相当な人がもう見てるんで、まあ、でもまだこれは3.9万になってるから、まあ、でも、まあ、これだけじゃないでしょうからね。これだけじゃないでしょうから、もう、こうやって出ちゃえば、こうみんなやるから、ああ、上がった上がった。早いですからね、ツイッターね。すごいですからね。早いので、もう相当な人が見てると思うんですけど、まあ、4万人だったら、4万人の中でね、またそれ取り上げる YouTuber の方とかね、今いらっしゃいますしね。まあ私の動画なんか再生されないですけれども、一応録音しとこうと思いましてですね、ちょっとつけてみますね、これはね。で、まあそれを一応ノートっていうのにまとめました。ノートっていうブログですね。まあ、ノートっていうブログもですね、なんかね、いかがわしい人が多いんですけど、私はもうそういうのは嫌なんで、嫌なんで、もうね、嫌なんですよ。ただ使いやすいんですね。ちょっとやってみてですね、まあ、自分のホームページはライブドアですけど、使いやすいんですよ。他のに比べてですね。で、あと、まあ、使いやすいの、シーサーっていうのは使いやすいですけどね。ノートってブログ非常に使いやすいんで、これでやってます。ずっともう長いことですね。はい。で、そちらを書いておきますけれどもね。これも貼ってあります、もう。はい。で、まあ、そのうちね、また誰かね、やると思うんですよ。でもこれね、滝沢ガレソさんとかね、やらないんだよね、こういうのね。だから、そうね、叩かれてますよね。こういうのやってほしいですね、滝沢ガレソさんね。なんか、ゼットリーさんの部下みたいですけどね。ゼットリーっていう人もなんか全然わかんない。まだ正体がわかんないですね。わかんないですね。まあ、大和ピュアラブさんがね、一生懸命、日本の黒い霧、大和ピュアラブさんがね、一生懸命やってんですけど、なんか圧力かかったみたいですね。なんかそういうのをちょっとちらっと聞いたんですけど、だからね、でも、結構もう、相当な人がね、もういろんなこと、もう、早いですからね、もう見てるんで、もう、だから情報っていうのはもう、隠せないんですよ。どんなにあれしようとね、圧力かけようが何しようがね、人の口に戸は立てられないのでですね。それで、ちょっとこれつけてみます。はい。YouTube はなんで広告が効くの？いやー、わからない。もうね、YouTube がなくても十分税金からお金が入ってくるので、もう国から金をもらうだけ。年にまあ多くて7、80日で、大体1回分2時間ぐらいで年収1000万超えるんです。めっちゃ今安心してるんですけど、ちゃんと仕事してるっていう勧誘、一応来る費用税金なんで、一応なんか仕事。こういう費用税金なの？来るのは税金ですよ。だからただで乗れるじゃん。JR パスただなんで。彼はだから無料パスです。そうですよね。僕は政党助成金。ただ言うてます。国民の税金払ってますんで。僕はだからこういうことは税金ですから。すげえ、これ。だって能力高いやつほとんどいないもん。クソじじいばっかりやん。これをしなきゃいけない、これをしなきゃいけない、やっちゃいけないことで、やらなきゃいけないことが正直一切ない。我が子の気持ちは前科一般なんです。1回ぐらい犯罪してるやつの方がいいよ。以外にお小遣いが月100万円っていう、文書交通費っていう、領収がいらないのがあるので、それで実質上手取りが3500万弱ぐらいになるのかな。手取りなんか経営しながら議員やる、もちろんもちろん全然何でもいいです。国会に行かなくても大丈夫だ。別に行かなくても罰則とかない。あれ減給もされないでしょ。だってみんな出てない。プラスだから政党助成金が2000万ぐらい入ってくるんで、6000万ぐらいなのかな。秘書3人いけるんで、まあ議員1人に当たり大体1億円って言われてるわけですから、その税金として出てくる。空港に行ったら、その乗るところは別ルートです。
ファーストクラスでもない、さらに上の。はい、ということでですね、ちょっと、まあ、聞きづらいかもしれないので、ここに書いておきますので、何回もね、短いですからね、何回も聞いていただいてですね、文字起こしして文字起こししてですね、まあ、ツイッターとかにね、まあ、ババンバンバン書いていただけたらなと。まあだから、なんかね、もう結局政治家とかそういうのみんな全員こうですよ。全員。全員ね。一人残らずね。うん。庶民のことを考えてる人なんて、一人もいない。一人もいない。たったの一人もいないですよ。いないですよ。いないですよ。これね。うん。これもう超次元ライブとかね。もう散々ね。もう他の人も。言ってますけどね、うん、庶民のことを考えてる人なんていないですよ。庶民のことを考える、ちょっと考えるのはみんな庶民ですよね、うん。こういうお金に困らない人ね、がなんか考えるわけないんですよ。で、まあ、参政党の この間のね、参政党も取りましたし、まあ、NH、うん、この、うん、48も取りましたけど、まあちょっとね、再生して、まあちょっとっていうか、まあ私にしてはもう相当再生していただいてですね、本当にありがとうございますっていう感じなんでございますが、うん、だからこう、なんていうかね、うん、まああとは、うん、やっぱり基本的にお金集めてる人はね、うん、多分、うん、まあ、まあでもね、それはちょっと、うん、まあ、難しいところなんで、私は、うん、うん、わからないですけどね、うん、うん。まあ自分だってね、どうなるかわかんないですからね、自分だってね、うん、わからないですからね、うん、だからそこまではね、だからまあ参政党なんかはですね、通貨発行権なんですよ、1円玉利権ってね、うん、1円玉利権で。参政党のなんとかっていう人ね、うん、ちょっと名前忘れちゃったけど、ね、うん、興味ないんで。それから、まあ、名誉朝鮮人ってこれだけ出てんのに、名誉朝鮮人ってもうみんな知ってますよね。なんか応援してる方もね、だから、わかんないんだよな、朝鮮の方なのかもしれないんですよね、応援してる方はやっぱりね。うん、だから、まあ、それは、ね、だから、朝鮮の方が悪いわけじゃないですよ。もう、毎度毎度ちょっと入れときますけどもね。うん、天皇もいいと思いますよ。うん、いいと思いますよ。うん。私もそういう血筋で生まれればね、うん、そうなると思うんですよ。うん、でも、関係ないから、うん、そういうふうに生まれてきてないのでですね、関係ないんですよ、多分ね。私は高橋っていう名字ですけど、多分関係ない。まあだからもっともっとね、トップまで、ずっと遡っていけば、こう、アダムとイブじゃないけど、まあね、うん、だから、まあそうだと思う、ね、そういう話もいっぱい出てますけどね。うん、うん、まあそれよりもね、私縄文土器ですよ。縄文土器の謎ですよ。うん、ピラミッドよりもね。もう石がですね、周波数で浮くっていう動画がね、ツイッターにいっぱい出てますのでね。で、嘘だと、もうこれすみません、毎度毎度入れさせていただいてね。嘘だとね、すぐ嘘、これ嘘だっていう人がね、もうすぐ出てくるんですよ、今。本当に。これ嘘だよっていう人が出てくるんですよ。うん。トランプも一生懸命やってる人、トランプね、大統領も一生懸命やってる人ね、もう随分相当いますしね。うん、嘘だよっていうね、うん、嘘だよっていうのすぐ出るんですよ、うん、だけどその周波数で石が浮くって出てこないんですよ。私これだけ見ててもね、出てこないんですよ。これはフェイク動画ですとかね、出てくるんですよすぐね、うん、だからもう本当にすみません、毎度毎度ね、真実よ、真実、事実、これより強いものはないんですよね。当たり前ですけどね。うん、揺るぎないんですよ。うん、嘘は張りぼてですよね、うん。本当にね、なんか事情があってね、もうすごい事情があって、
もうどうしても嘘をつかなくちゃいけないと、もうどうしても嘘をつく必要があるっていう嘘は、それはちょっとね強いかもしれないけど、うん、まあ、ほとんどね、うん、90% 以上ハリボテだと思いますんでね、ハリボテですよ、うん、まあ、今日はトランプのこととか言わないですけどね、うん、はい、まあ、それもいっぱい喋ってきたんですよ私もね、うん、いやしかしこれねひどいね動画ですね、税金でね、うん、だからね、うん、だからもう支配者にですね勝つ方法はもうできるだけお金を使わないことだってね、南アシュタールさんのあの文字のスクロールのやつで昨日出ましたね、できるだけお金を使わない方法を探してくださいと、みんなで探してくださいとね、できるだけお金っていう今のですね、お金自体が悪いんじゃないんですよ、通貨発行権なんですよ、通貨発行権のお金を使わないで、まあ、新しいお金を作るなり、ね、政府に支配されてないお金ですね、うん、誰にも支配されてないお金を作るか、全然お金を使わない、生活とかですね、うん、だから野草ブームなんですよ、野草、タバコ代0円なんですよ、それでこれ毎度毎度言ってますね、インターネットだけね電波がお金かかるんですよ、テレビとラジオは無料なんですよ、もうトランシーバーも無料なんですよ、うん、だからそういうこといっぱいあるじゃないですか、 3D プリンターね多分1800年代にできてんですよ、うん、あとなんですかね、蛍光灯とかね、蛍光灯とかいっぱいある、電気自動車もね1800年代に動いてるしですね、うん、そういうのいっぱい出てるんですよね、もう、はい、だから、だから明治天皇すり替えで、まあ、どういうことなんですかってこうね、いろいろね、坂本龍馬とかね、いっぱい出てますしね、うん、アインシュタインっていうのがまだね、全然わかんないですけどね、うん、でもね、なんかね、べーってやってね、はい、そんな感じでですね、はい、いろいろですね、お調べいただけたらなと、明治維新ですね、うん、明治天皇すり替えとかからね、いろいろ出てくると思うんですよ、うん、私ももうね、もうちょっとクタクタなんですけどね、4年間やってきてですね、はい、ね、もうみんなでね、ちょっとずつ、みんなでほんのちょっとやればいいんですよ、うん、ね。誰かがほんの一言書けばですね、こうね、それ別に見る人がいるしですね、大きなパワーになっていくわけですよ。三角ピラミッドはですね、下の方が強いんですよ。人数が多いから、絶対、うん。上はね、ちょっとしかいないんですよ。何人もいないんですよ。うん、で、モーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。モーツァルトの最後の曲はレプティリアンなんですよ。でそれはね5人か6人だって言ってるんですよね、南アシュタールさんがね、うん、だから5人か6人ね、80億ですからね、はい、そういうことでですね、簡単に逆転できるんですよ、うん、逆転、すぐ逆転一発逆転とかいう言葉がありますけど、一発とかじゃないんですよ、うん、で逆転されてってはいると思うんですけど、だからそれ全部分かってたんですよ、松本零士さんとかね、銀河鉄道999の惑星メーテルの崩壊ってね、全部分かってて教えてくれてんですよ、スターウォーズは本当の話なんですよ、うん、それもね、前の動画でも散々言ってますけれどもね、波動砲なんですよ、波動砲なんですよ、なんで波動砲なんて言葉が出てくるかっていうことですよ、タキオン粒子っていうのが出てきて、それでもう近年、最近になってね、もう量子力学っていうのもね、量子力学っていうのもみんな言ってんじゃないですか。だからもう分かってんですよ、全部ね、うん。サンダーマスクね、サンダーマスクも取りましたよね、サンダーマスク、手塚治虫さんね、ロンドンオリンピックです。2012年ロンドンオリンピック、その前のバルセロナオリンピック、岐阜新聞、ね、もういっぱい、あと何ですか、デビルマンレディと、デビルマンレディとゲゲゲの鬼太郎とかね、ゲゲゲの鬼太郎もいっぱいツイッターに出てきますね、私もね、もうずっと長いことやってますけどね、この YouTube にはやってないかな、もう消えちゃったんですね、うん、FC2 とランブルには多分、確か FC2 にはやってますけどね、何回かね、うん、
まあツイッターにいっぱい載ってますんでね、はいはい、まあいろいろね、あの検索していただいてですね、はい、あの、知識をですね、知識がどんどんみんな増えればですね、あの知識は自信になってですね、自信になりますんでね、あの、はい、この世で行われているのは思考の操作ですから、うん、思考の宇宙人がやってるのは思考の操作だけなんですよ、うん、思考が操作されてるんだってことが分かればですね、そこから出ることができるんですよね、うん、あの私結構もう出てるんですよ、うん、それ自分で分かるので分かるんですよ、自分にはですね力があるってことがですね、あの分かったんですよ、うん、でこれ私じゃなくてですね、あの誰でもなんですよ、誰でもですねものすごい力があるんですよ、誰でも、うん、あるんですよ、それはね、あの一人一人こう違うわけですよ、違うわけですよ、うん、あの人によって違うわけですよ、力の出し方がですね、うん、なんかガンダムとかニュータイプってあるんじゃないですかね、みんなニュータイプなんですよ、ニュータイプっていうのが普通なんですよ、普通第6巻まであるんですよ、5巻じゃないんですよ、6巻まであるんですよ、ニュータイプじゃないんですよ、オールニュータイプがオールドタイプなんですよ、わかりますかこれ、うん、みんなニュータイプ、全員ニュータイプなんですよ、でニュータイプって言葉がね、なんかね、良くなかったみたいな話がね、ちょっと聞いたことありますけどね、うん、だからみんな教えてくれてんですよ、うん、だから分かってんですよ、脚本家の方とかね、作家とか漫画とかとかね、アニメの方とかね、いろんなそういう方ね、全部分かってんですよ、もうずっと大昔からね、みんな宮下る十何年って言ってますけど、波動法はね、もう何十年もやってますよね、波動法ね、そういうことなんでございます。はい。どうもすいません。長くなっちゃいました。はい。どうもすいません。失礼します。ご覧ください。動画、ご覧ください。立花さんのご覧ください。はい。どうもすいません。